はい、よろしいでしょうか。こちらどうぞ。あ、セルフサービスでお水とほうじ茶をご用意いたしております。よろしければどうぞ。東京の季節のおかずの直径のお客様ですね。します。梅干し八分たちで。はい。こちらが三番のですね、クレソナインドっていうのがお茶漬けの具材になります。はい、ご飯とそのまま食べていただいても美味しいですし、お茶漬けする際は、下に小皿のお椀がありますので、そうですね。はい。スプーンでご飯2、3回持っていただいて、で、お好きな具材を何個か乗せて、お出汁をかけて、ミニ茶漬けで召し上がりください。なんかいろいろ味を変えながら楽しんでもらえるようになってますので。はい。で、おかずですね。ご紹介ですね。左上からお出汁を使ったのから、紫のやつがですね、ジャガイモですね。ノーザンルビーという、セイロの品種になります。と、ここに人参はオーブン焼きですね。レンコンはバターソテー。で、真ん中上が野菜のオムレツ。でその横がカリフラワー梅のオムレツですね。こちらのインゲンがクミン炒めっていうちょっとカレー的な風味ですね。大豆が甘みになってます。でこちらさつまいもが京都のマイコイモっていうちょっと砂地であっさりした芋なんですけど、レモンに入ってます。西上がキャベツとビーツと玉ねぎのラペンですね。でその下が春菊とイチジクの白あえですね。で一番下が桃の漬けかぶと京都のかぶのオーブン焼きの醤油麹であえてます。でこちらヒロシ屋さんというところのお豆腐と燻製ナッツドレッシングを作ってます。でご飯をかけていきますので、お願いしましょう。はい、あ、じゃあ失礼しましょう。いいですか。じゃあお願いします。じゃあこれ京都の漬物ですね。かわいいね。はい。真ん中からいきましょうね。はい、花大根、はい、でこちらがごぼうの漬物ですね。はい、でこちらが何これ漬けって言って何これと思いながら食べていただく。本当に何これ漬けって言うんですけど、一応大根、大根系だと思います。で一応企業秘密、はい、なってみて、で一応癖ないんで、はいはい、とっても食べやすいです。でこちら京都の赤カブの漬物ですね。で青じその漬物、はい、でこちら昆布漬けって言いまして、はい、昆布とカツオのだし汁みたいなのに漬け込んだちょっと旨味の強い漬物になります。はい、でこちらですね、奈良漬けになります。奈良漬け、はい、はい、奈良漬け、新選組とかああいう昔の人たちが食べた老舗の漬物屋さんから取ってます。でこれ奈良漬けの中でもちょっと変わっててスイカの奈良漬けになります。はい、非常に珍しい漬物なんです。ちょっと癖あるんですけど好きな方は好きですね。でこちらが、生姜と、みょうがとのしば漬けですね。しば漬け、はい、で最後ですね、これ京都のちりめん山椒ですね。はい、はい、で、こちらがほうじ茶ご用意してますので、はい、飲んでいた温かいほうじ茶を飲んでいただいたり、はい、あとお茶漬けする際はスプーンで取っていただいて、はい、お好きな具材を乗せてほうじ茶茶漬けでお召し上がりください。はい、お茶漬けするときはちょっと塩分があるやつ入れた方がいいんで、梅干し今回昔ながらのしょっぱいものにしてあるんで、はい、ちょっとずつ毎回お茶漬けのときは梅干し入れていただくと塩味がキリッと効いて美味しいと思います。そうですね、こちらが温泉卵になってて、はい、ちょっとご飯をそっていただいて、はい、温泉卵をのせて、醤油でもいいんですけど、はい、漬物で食べる漬物卵かけご飯っていう珍しいのが食べれるんで、はいはい、よかったら卵ご飯、ね、そうですね、卵ご飯に漬物で食べちゃうみたいな、はい、結構これも美味しいんで、わかりました。でご飯をかかれていきます。いただきます。はい、ゆっくりどうぞ。失礼します。
ペペでお願いします。カードも使えるのかなと思って。カード使えますよ。使える？うん、使えます。ねえ、メラッチから。はい。じゃあお願いします。ありがとうございます。いえいえいえ。美味しかったですよ。ありがとうございました。